はい、どうも、ふかくんです。はい、2020年2月19日、今日ですね、モンハンライダーズ、まあ、正式名称はモンスターハンターライダーズですね、がリリースされました。僕もね、11時からリリースされてたんですけど、僕も11時からやって、まあ、始めた当初サーバーダウンしたりだとか、緊急メンテナンスが入ったりだとか、まあいろいろあったんですけど、とりあえず今現在はやれてます。で、結構でもないか、そこそこクエスト進めたんですけども、今第3章の第5戦目ですね、まで進めてきたんですけど、そろそろ戦力がきついなってことで、ガチャを引こうと思ってるんですよ。で、一番最初の10連で僕は星5のマリーをゲットしたんですけど、なんかいろんなサイトのリセマラランキングを見てみると、マリーは確実に入ってるんですけど、あとシノっていうナルガクルガの装備の子かなが入ってるんですよね。で、僕どっから見るんだろう最初だからわかんない。これですね、このバレリオで妥協してリセマラやめたんですけど、普通に失敗しましたね、これはバレリオそんなになんか当たりランキング高くなかったんですよね。で、星5が2体ということで、ガチャですね。フレデリカとダライアスがゲットすることができるガチャ、これ第2章の8戦目まで行ったらこれが解放されるんですけど、これ引いていこうかなと思います。で、オーブ左上見てもらえると分かるんですけど、450個しかないので、まあとりあえず課金します。初課金します。なんかおすすめされてるのがあるんですよね、1回限定増量キャンペーンってことで、12,000円でオーブ4800個ですね。で、普通に買うと4460個ってことだから、まあ340個得してるって感じだね。あんまり得してる感じしないけど、まあこっちのおすすめのね、4800個これを購入させてもらいます。よーし、課金してしまった。なかなかないからね、これ始まったばっかりの時に課金するのなかなかないからね。よし、これで5000個ですね、オーブが。まあとりあえずこっちでしょ、確定だからね。引いていきます。頼むぜ。もう2体出ちゃってもいいからね。さあ、金のベルですね。料理も豪華ですね。なんかここでも演出がね、いろいろあるんですよね。このなんだ、銀なのか青なのかだったら星4とかね、いろいろとあるんですけど、とりあえず星5が見たいな。多分1体しか出ないよね。うん、星3はマジで興味ないからな星3のライダー使ってる人いるのかな。あ、来たね。え、あれあれ、マリーが出たな。じゃあこれ星5に2体出たってことか。あれ、あ、プラスされるってこと。え、あ、違うのか、そういうことか。絶対に出るわけじゃないのか、こいつら。うわ、やべえ、ちゃんと見てなかった絶対フレデリカがダライアス出るのかと思ったら、うわ、マジかよ、そういうことか。まあしょうがない、こっちのステップアップガチャでフレデリカがダライアスをゲットするしかないってことですねくそ、騙されたわけではないんだろうけど、騙された感がすごい俺の中では。あ、いいね、金。俺もスキップしちゃっていいかな。いや、速攻タップでいこう。金の演出が出たら止めようか。なんか金とブロンズの、あ、来た。これはシノじゃないよね、イブキ。フレデリカかダレアスが来てほしいんだけど、あれって確かピックアップされてるんじゃなかったかな。来ないですね。まあ星51体出たのはいいのか。次はステップ3、次でオトモンがもらえるんですよね。オトモンもね、星3しか持ってないからね、今のところ。よし、行きます。いや、頼むわ、本当に。
金のベルキで、おお来たぜ。結構確率高いのかな、星5が出る確率。頼むぜ。フレデリカかダライアス、読みにくいな。ダライアス、あこいつか星5。うわこいつザックだろ、ザック。あ覚えてるわ、こいつだけなんか扱いひどかった気分がサイト見てたら。うわマジ、うわやばいな。でもあリオレイヤー来たわ。でもリオレイヤー、まあいいか。さっきリオレイヤー星3のやつかなりレベル上げたばっかりなんですけどまあいいや。あと2回ですね、あと20連。フレデリカかダライアス、やべえ銀だ、まずいな。まあ銀だからって星5が出ないわけではないからね。まあちょっと、ほら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 、あ出た出た出た、やったぜあー出たー、ダライアス、やったよかった。出ないかと思った、もう。あ2体目2体目、あここはフレデリカ出てくれよ、マクシス。わあまあまあまあ結構いい引きできたんじゃないか、これは。やったぜ。あまたまたリオレイヤー出た、やった。ダライアス、まあダライアスだけでいいのかな。まあせっかくだからもう10連やっとくか。まあキリいいしな、50連でもう一回やっとこう。なんか限定とかって書いてたし。うわでもさっきね銀のベルだったけど2体出たからね、やっぱりそれだけで判断するのは良くない。出ないんかい。いやでも今回のガチャで結構 S5 が、結構でもないか、4体か、4体で出たから、こいつ育てる必要ないかな。バレリオ、ドイツが次いいんだろう。まあその辺は調べながらやってみるか。ちょっとじゃあレベル上げてみようかな。くそ素材足りなくて19までしかレベル上げれねえマジか。まあ気力15にしておこうか。リオレイヤー星5がゲットできてるからね。マキシマムヒート、威力高えよなやっぱり。じゃあお供はあれ、ああそういうことか。お供は多分プレゼントに入ってんのかな。そしたらダライアスにこのリオレイヤ君を、リオレイヤちゃんかな、孵化させて、よーし。リオレイヤも多分強いと思うんだよな。このサマーソルトが強いって聞いたな。うわリオレイヤもギリギリ49、半端だな。半端にしかレベル上げれねえわ。まあ45までにしとくか。星5だしな、星5は強化する価値あるわ。やっぱ使わないキャラをレベル上げてもねもったいないからね、素材がね。よしこれでパーティー結構強くなるんじゃないか。ヒルダヒルダさん、最初にもらえるヒルダさん、さよならして。よし、ただダライアスのレベルが15なんだよな。あれ戦力そんな変わってねえな、2000ぐらいしか上がってねえぞ。まあとりあえずこんな感じかな。なんかいろいろと実績が解除されてたから報酬もらったら286個まで増えた、結構いいな。これってなんかフレンドとかってあんのかな。なんか一応プレイヤープロフィールに ID はあるんですけど、なんかフレンドを見る場所がよくわからないですけど、まあ ID これです。ということで今回はこんな感じで終わりにしようと思います。それではふうがくんでした、バイバイ。